もう田んぼ使ってないな、木が生えてるし。ゴミを燃やした形跡がある。これ相当古い井戸だぜ。ブルーシートがこんなボロボロになってるし、この先村があるからね。この先もずっと田んぼが続いてんだね。でこの先の田んぼも全部使ってないし、ウイルスで日本中の人が死んでもさ、この辺に住んでれば大丈夫だよね。うん、絶対うつらねえよ。ひどくなったね。車で来れたね。うん、ギリギリな。一応ここで方向転換できるか。いやもうできないかもしれないよな。いや運が悪いと帰れなくなるね。これ橋渡るのいいけど、渡った先が大変だな。だいたいどこに通じる橋だよこれ。できればあの行き止まりで回って方向転換できるといいんだかな。できるかなここで。あ、できないか。うん、できない。あー、やばいな。あー、潜る。もう無理じゃねえ。ああもう無理だな。ああここからバックか。また道路を破壊してしまったな。うん、うん、まあ、モニター見てて。うん、よかった。
とりあえず川にさえ落ちなければどうにかなるぞ。うん、大丈夫。あ、結構左に落ちるとまずいかもね。大丈夫か？左に流されるな。勢いつけていた方がいいかな。だからね。そうなんだ。どうしてこれ車が左に流されるな。やばい、どうしよう。ああ、まずいぞ。やばい、あった。うん。ほんとこれ、右じりじりに行った方がいいかよ。絶対左に流されるんだよな。ほら、うん、見てあれあれ映してけば、え、うん、崩れないかな。おお、すごい橋だな。すごい岩だね。ここは前回俺が破壊したところか。水たまりになってるね。あ、なんかタイヤのなんか足跡があるぞ。誰の足跡だろうね。
俺のタイヤの跡だな、この太いタイヤが。ああ崩れてる。昔の田んぼにさ油が湧いてるね。原油だ。ついに行き止まりまで来たね、うん、ちょうどあの山の向こう側くらいか、鷹の巣村。昔家でもあったのかな、なんだあの木材は。ヘビでもついてきたかと思ったら妹にぶつけるか。超安いです。昔小屋があったのかな。知らない。うん、さあ、でこっからどう進もうかな。怖いよ。しかしまあ不思議な景色だな。全部同じ色に見えるぜ。よし、ここを進むか。これは道でしょ。とりあえず突き当たりまで行ってみようか。よし、これについてこい。これ橋かな。なんかあるぞ、謎の車。ここに人間が来るのは一体何年ぶりなんだろうな。これ何の車だろう。俺たちもそのうちこうなるのかな、遭難して。そんなことない。これ何の車かな。軽トラかな。直せるかな。かろうじてこれがいつだってわかるな。ハンドルに苔が生えてて何のメーカーかわからねえな。落ちねえようにしねえとな。わ、引っかかった。痛えな。お、ビール瓶がある。なんでここに酒の瓶があるの。ここで酒盛りしたんかよ。ラベルはもうねえな。
いっぺんやだしね、瓶。あ、なんかこう、なんかすっげー昔の、うわ、すげー昔の缶コーヒーがあった。うん、ボスブラック。いつの時代のパッケージだよ。いや、見たことねえよこれマジで。このパッケージ見たことないでしょ。ほんとだ。これなんだろうね、この音。さ、これは何、ストーブかな。わ、重たい。ストーブだよな、多分。あ、それともしかしてこれさ、魚焼くやつかな。わ、なんか壊しちゃった。これ何、トイレの芳香剤。わかんない。発泡スチロール。何、そうかもしれないね。てか、ここまで車で来たんかい。すごいな、絶対無理だぜ。これなぜカブトムシいそうだよね。人間が降りたのか、クマが降りたのか。なんか、なんか不思議な場所だね。ここで川がぶつかるし。道はこっちかな。うわ、この草たち悪いな。まだ行けるかな。すごい崖だな。あとね、約700メートル、直線距離700メートル向こうに歩いていくと村までたどり着ける。やばい。まあ700メートルくらいなら進めるか、この道。無理だよ。ちょっともう進めねえかな、700メートル。往復1400メートル。またむくねくれするから、なんだかんだに2キロくらい歩きそうだな。しょうがない、諦めるか。まあ、この道はもう通れませんでしたってことで。木の塔いっぱい生えてるね。うん、これ遭難しても大丈夫だ。こうやって食っていける。
コート着なきゃよかったのに。俺たまの格好だからね。おーおー、なんだ？なんだスピンしたよ。段差でもあったのかな。あ、なんかなんかすごかったね今。うん、何が起こった？ドリフトすんかと思った。ドリフトだったね。うんうん、ゴミ燃やしてる。あ、なんか鳥がいる。この水飲んでたんか、うわ、汚いな。これ山火事になったら大変だよね。うん、田んぼを使うからっすよ。さっきもう一箇所揉めてたよね。自然に消えたかよ。暑いね。うん、着なきゃよかったのに。ね、うん、俺なんかあの格好だからね。おーおー、なんだ？なんだスピンしたよ。段差でもあったのかな。あ、なんかなんかすごかったね今。うん、何が起こった？ドリフトすんかと思ったよ。ドリフトだったね。うんうん、ゴミ燃やしてる。あ、なんか鳥がいる。この水飲んでたんか、うわ、汚いな。山火事になったら大変だよね。うん、田んぼを使うからっすよ。さっきもう一箇所揉めてたよね。自然に消えたかよ。あ、これか。あっちもいい？うん、でもまた煙いと思うけどね。どっかのばあちゃんがすげえ見てた。前も言わなかったっけ。え、あ、前もいたかもね、そういえば。いたね、前回もいたかも。暇だな。
だったら本当にどこでも行ければ、うん、さっきはこんな車なかったぞ。ね、靴が置いてあったし、完全に獣道だね、うん、足跡ずっとついてるしさ、なんか草のトンネルになってるし凄いところだ。で、まあ、道はこっちだろうな、多分険しいな。うん、ここも足跡か。こんなところで襲われたらひとたまりもねえぜ。あ、足跡ずっと続いてるな。いや、てかこんなところに道があるとか、タイヤが捨ててあるぞ。ここまで不法投棄に来たのか。すげえ根性だな。てかめっちゃゴミだらけだし、もう何十年前の不法投棄だろうね。なんか滝があるんだね。鷹の巣滝っていう名前をつけるか。この滝絶対名前がないよ。もしあったとしても誰も知らないよ。だってもうここに人間が来るのは一体何十年ぶりなんだか。絶対初の YouTuber だし。信じらんねえ、ここにポカリスエットか。そう、どっか遠くから飛んできたのかな、風とか川とかで。とても人間が入り込める環境じゃないぞ。なんだろうこの穴。そこら中に穴があるな。人間が掘ったのかな。それとも日本カワウソとか絶滅せずに生き残ってるとか。川の水めっちゃ綺麗だな。うん、だから人間が作った形跡があるな。てか昔は車でここら辺は来れたのかな。あ、川の向こうに道がある。多分ここ昔橋があったんだな。
でっかい湖だな。昔こういうの養殖でもしてたんかな。なんかすっごい深そうだ。うわ、あの鉄塔が見えてきた。いや、伝説は本当だった。でっかい湖が本当にあった。あー、すごい。航空写真で見たあの草が浮遊物体に見えてたんだな。ひっくり返ったら看板持ち上げてみたけど、何にも書いてないな。元に戻しとくか。犬？
何これ、犬の首、犬鳴き村みたいだな。何なんだろうこれ。コイがいる。いっぱいいる。村から逃げ出したっぽいかな。全然逃げないな。